ありがとうございます。次で最後の曲になります。ありがとう。この曲は私もレボネープでいただいたとき、正直すごくびっくりした曲でもあります。でも最後まで聴いていくうちに、私はどん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 涙が流れて、自分の固くなった心がパッとほどけたんです。この曲が私の心を代弁してくれました。そんな曲なんです。だからここにも立ち止まったり後ろを向いたり、なんでうまくいかないんだろう、なんでいつもこうなの、助けて助けて、そういう人がいっぱいいると思います。だから安心して、私が今日この声でここでみんなの代弁をします。だからこの曲に最後まで背を向けずに、どうかどうか聴いてください。今日は本当に最後までありがとうございました。心が空っぽになんだか
ぬことばかり考えてしまうのはきっと生きることに真面目すぎるから。世界に少し期待するよ。